モンモランシーの滝は、カナダ・ケベック州のモンモランシー川にある滝。ケベック市の旧市街中心部から1 3トルほどの地点にあり、ケベック市のボーポールクとボーアシャテル市の宿境となっている。落差8 4ル、幅4 6ル、滝壺の深さ1 7ルの滝で、落差については同じく、カナダ国内にあるナイアガラの滝よりも約3 0ル高い。 モンモランシー川がセントローレンス川に流れ込む合流点付近にあり、オルレアン島に面している。滝の名称は、後に1620年から1625年にかけてヌーベルフランスの総督を務めることとなる、モンモランシー公、アンリ二世を称え、1613年にサミュエルド・シャンプラーによって名付けられた。周辺一帯は、モンモランシーの滝公園に指定されており、 観光向けの設備、施設が整備されている。滝の周辺には簡易の展望台や階段があるほか、最上部に吊り橋が架けられており、様々な角度から滝を一望できるようになっている。また滝壺と最上部とを結ぶケーブルカーも運行されている。夏季には滝寄せに公園内で花火大会が行われる。また川底に大量の鉄成分が含まれるため、 夏器になると黄色く輝く。一方、冬季には、滝壺付近が氷雪山状に盛り上がるほか、アトラクションの一環として、アイスロッククライミングも行われている。18世紀に、フランス王国、スペイン帝国とグレートブリテン王国の間で、繰り広げられた、フレンチ・インディアン戦争の戦場の一つで、ボーポールの戦いの際に使用された城塞の跡地が、公園の東側に残る。 イギリス軍はケベック市南端に上陸を試み、一度は防衛側のヌーベルフランス軍指揮官のルイ・ジョゼフド・モンカルムによって退けられたものの、その後モンモランシーの滝の製法で行われたエイブラハム平原の戦いでは勝利を収めている。アイスホテルは開業当時はモンモランシーの滝周辺にあった。19世紀の詩人であるジョン・キーツは1816年の 著作スリープポエトリーの中で人生を木のてっぺんから落ちゆく儚い草葉のろ、あの恐ろしいモンモランシーの滝壺に自分の船が向かっているのにも気づかない哀れなインディアンの眠りという趣旨で形容している。1947年のカナダ映画ウィスパリングシティでは中心人物らが登場するシーンの舞台となっている。ありがとうございます。